ただいまから経済産業委員会を開会いたします委員の異動についてご報告いたします昨日までに三木徹君斉藤義孝君及び高橋晴美君が委員を辞任されその補欠として蓮舫君山田修司君及び森谷博史君が選任されました政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします 外国為替および外国貿易法第10条第2項の規定に基づき、北朝鮮を務決しとする貨物の輸出、および北朝鮮を原産地または船積み地域とする貨物の輸入につき、承認義務を課する等の措置を講じたことについて、承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、外務省大臣官房参事官、 田村正美君ほか4名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。ご,ご異議ないと認め、採用決定いたします。 外国為替及び外国貿易法第10条第2項の規定に基づき、北朝鮮を主向け地とする貨物の輸出、及び北朝鮮を原産地または船積み地域とする貨物の輸入につき、承認義務を課する等の措置を講じたことについて、承認を求めるの件を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。